佐藤京言は、日本の東洋学者、教育者、第2代愛知学芸大学学長、東方文化研究所研究員、建国大学助教授などを務めた。愛知県豊橋町、または豊岡村に生まれる。京都帝国大学文学部品哲学科卒業。1935年、第3高等学校講師となる。1938年から2年間、 文部省文化事業部在庫特別研究員として中国に留学した。1940年、東方文化研究所研究員を命ぜられる。1941年、満州国の建国大学助教授に就任。東洋文化の解明に学級的情熱を傾注した。終戦まで建国大学に在職。1949年に発足した。 愛知学芸大学の教授となり、東洋学を担当。1957年4月17日、論文、論考の研究により、京都大学文学博士号を授与。厚生部長、学生部長を歴任。1959年5月15日、同大学学長選挙の決選投票が行われる。候補者は参戦を狙う内藤宇三郎と佐藤。 投票資格のある166人が投票を行い、佐藤86票、内藤78票、向こう2票で佐藤が当選した。6月14日、第二大学長に就任。1963年6月13日、学長を退任。1965年、同大学名誉教授に就任。1993年10月7日、死去。 九十一歳没、ありがとうございます。